ほら、わーすごーすごい。これ女性2人に惹かれるこのバイク幸せもんやな。え、ウキウキやな。うわーってするの大好き。おーい、2万人達成しました。おめでとうございます。いやでもこの2万人までいろいろ大変やったよ。埃かぶってメッキもちょっと錆びてきて、うん、やばいなと思いまして、うん、磨き道具に比べた本から取れるからこれな。まあいろいろあんねんけど、うん、スペシャルゲスト豆腐ちゃんです。イエーイ、イエーイ、磨くぜ。まあ、スペシャルで結構映っとんねん。え、でもな、多分イベントはこうやって一緒に回ってくれたりすんねんけど、そう作業する時って、おらんな、まあ、でも、トモちゃん、ダブル650持っとくけど、めちゃめちゃ磨いとん。はい、ほんで、この CB の状態これ悪いね。 CB の状態、これな。はい、見てこのホコリ、うん、な、ホコリにこれ、な、ほらこれ、僕の Z と同時に、このほらな、白ずみの白ずんだメッキ部分、白ずんだメッキ部分よ、これ、うん、これな、白いよ。もうだいぶ白なっとんねん。バグ磨いたとこもまあなんせひどい。さあ誰が磨く。まずな、水つけたタオルで空拭きやな、ほこりを取るために。ライア、空拭きしたい人。あ、はい、あ、どうぞ。ほな、僕カメラ持っとくわ。うん、なんか打ち合わせとちゃうな。打ち合わせなんか、いや、まあ、水つけてってよ。打ち合わせとちゃう。なんかほんまは僕映って、あ、2万人達成しました。どう、本日は、あ、まあまあ水つけてってよ。はい、はい、はい、さあまずこれ、ちょっと待ってや、外装から行く、どっか行く。あ、外装から行くか。よし、はい、失礼します。ウィーお、すごっ、僕行っただけでこれ。はい、このタオルの汚さ、タオルの汚さ、外装やで、外装、外装こんななんかタオル汚なる。すごい、ほこりがすごい。室内やのにな、なあ、室内やのにほこりが、やっぱりな、なあ、ガンガンタバコ吸うからね。ほら、メッキ部分も、うん、この通り、ヤニ、ヤニかな、ヤニやな、ヤニですか。これほんで24時間除湿しとんの。へぇ、なんか状態はすごい状態ええはずやん。ちょっと頑張ってよ、うん、うん、僕の Z ぐらい綺麗にしてや。普通のバイクとちゃうんが、うん、見て、ここも外装なんで、うん、色ついてるやん。ほんまや、でも拭いただけで超綺麗にやる。これ女性2人にな、拭かれるこのバイク幸せもんやな。僕も服脱ぐから、ここでちょっと拭いてよ。体拭いてよ、お前ら。介護やん。おじい。え、拭いてよ。いいよ、いいよ、介護。羨ましいしよ、CB。だってもう50、これ1970年のやつやから、54年、54歳。54歳。だから54歳の体を拭いてあげよう、お前ら。おお。まあ、おとんより若いな。ガンガン拭いていってよ。あ、ちょっと待って、このカバー、カバー磨こう。カバーシューってやってみて。ここは。おぉ。バフをして。はっ。てぃでぃ。はい。バフをして、次メッキングとか、そこら辺で各部品、これマフラーがメッキやから、うん、結構うっとしいんよ。うん。綺麗な、でもこのメッキ。そうや、ほら、ほら綺麗よ。室内保管。すごい。でもエンジン切ったな。いや、テンション上がるわ。はい、テンション上がってる豆腐ちゃん、ちょっと見てくる。ウキウキやな、お前。あ、2万人達成しました。あ、おめでとうございます。さっき言うた、さっき言うたっけ。さっき言った。あ、これちょいちょい挟んでいくから。本当に、ちょいちょい挟んでいくから、この言葉。おめでとうございます。いや、でもこの2万人までいろいろ大変やったよ。大変やった、うん、
あ一番大変な僕やなな一番大変やで、あの毎日ショート動画をあげたな、あげよな、アホみたいに あったぶアホみたいに あればあった分だけみたいな、そう、あの貯蓄するってことを知らんのよ。昨日も、うん、あれ結局6つ出したもん、ショート動画6ぐらい出てますよね、うん、そう、ここら辺結構やりごたえ、そう、バイクで言うたらここら辺耳ぐらいかな、耳おじさんの耳やおじさんの耳頑張ってる、なんか耳かきするとこあるよな、あーあー耳、あ、あるあるある、知ってる、なんか耳かきの秋葉原神々やろとか池袋とかに行ってみたいんですよ、あ、行ってみたいの、行ってみたい、綺麗なお姉さんに耳かかれた、いや綺麗かな、いや考え方がおっさんや考え方が、いやー、綺麗な、でも綺麗な人に耳見られるのちょっと照れらん、これ見て、これ、これ、これ、見ら、見ら、見ら、めっちゃ耳汚いやんって思って言え、あ、美しい、美しい、ドブちゃん思い切り映ったもん結構頑張ってんぞ、これね、うち自分のバイク吹くときも好きなんですけど、うん、こっからこういうのな、ここら辺やばいな、これここら辺、グーってするの大好き、ここら辺から、グワーってするの大好き、うん、おー、気持ちいい、気持ちいい、うわ、めっちゃ気持ちいいわ、これ死にまた、見てこの違い吹くんと吹いてないんと全然ちゃうもんな、これ死にまた倉庫買おうか、え、いや、もう一段あるんで、もう一段もう一段ある、もう一段せやねん、リサさん、もう一段ある言ってますでもな、見て、すごいとかあるんで、ここ磨いてんねん、うわここ、知ってた、ああ、よかな、もうだいぶ綺麗になったな、もうこれだけで、はい、オッケー、さあ、とりあえず水拭きが終わったから、うん、はい、メッキの箇所はメッキングで、これ前動画で紹介した、磨きキング、これサビ取りキング、タイヤのワックス、うん、違うメッキング、この3つやな、うん、はい、ちょっとサビがあるから磨きキングで行こうと思います、うん、カメラ交代で、はい、はい、タオちゃん、はい、タオルを変えましょう、はい、で、ね、ごっつ騒がしいこんなバーテンダー、はい、嫌だ、まあ、こうつけるやん、うんうん、これな、これ磨きキングは、うんうん、まあサビとかはある程度な、うん、消してくれるから、うん、円を描くように、うん、まずバフじゃない、バフしよう、バフ、バフする、うん、な、バフ、じゃあ豆腐ちゃんバフしよう、しましょう、あ、豆腐ちゃんバフで、うん、どっちが綺麗か勝負しよう、おー頑張れ、いいメッキ部イエスバフ、うん、ダイヤモンドをシェイクして、シェイクしまくって、いや、めっちゃ笑顔まあ、2万人やからね、そうやね、2万人やね、テンション上げていかない、2万人達成しました2万人やからいつもより多めに振っとくよな、そうそう、多めに振っとかんとね、このホイールまでこれあれやもんな、メッキやもんなこれ、うん、なんか CB 喜んでるわ、喜んでるわ、うん、でももう一台、もう一台はほんでんな、うん、前エンジンつけた時、まあ、前だって半年以上前やけど、うん、エンジンつけた時に、うん、キャブからガソリン漏れしたから、うん、ちょっと服プラスキャブの掃除、ほら見てこのビフォーアフターやばい、うん、おぉ、わぁ、すごい、すごい、すごい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、これ分かりやすい、え、すごい、まだくすんでんもんな、すごい、鏡みたい、すごい、ハーフ&ハーフですね、なんか今、ハーゴッツもなかった、ハーフハーフ、いや、何え、それメキングでしたっけ、いや、これはまだ磨きキングで、磨きキング、だけどこんだけ綺麗なんの、まだやねん、これはまだやねん、この後に、この後マジですごい、そう、めちゃくそ綺麗なんねん、えぐい、え、これみんな参考にしてほしいですよね、タオルだけでも結構綺麗なった、ほら、そうや、タオルだけでもめっちゃキラキラになったら、いい感じ、いい感じ、誰か来たで、バイクで、あ、もも参戦、もも参戦、もも参戦やん、もも参戦、彼にも拭いてもらおう、彼にも細かいとこが一番こう、大事やからな、大事、こういうこういうところって、まあやればやるほど光るもんな、光る、ほら、こういうところとか
これもメッキやね、一応よう錆びるよな、そこ錆びる、ええ、うん、あ、またやで、またやっちゃったで、いらん時来た思うで。あの、見てもうたら分かると思うんだけど、うわ、また来る日ミスったってなった。はいはいはい、今、まあ、整備士が、はい、車とかを一生懸命触ってった後に、うん、CB を磨かされる運命のタイミングミスったな。ああ、またや、いや、まだ YouTube 撮っちゃってる。前なんかほら来て、うん、ガスケット一生剥がして帰ったよ。あ、ほんまやほんまや。ちゃんとサビ取って帰りましたね、うん、巻き込み事故やな、これ。巻き込み事故や。あの、どうぞどうぞもしくはカメラ撮るか、あ、どっちでもいい、選んでもらうスタイル、うん、絵面的に女性多い方がいいんじゃないでしょうか。おー、撮ってもらおうか。あ、じゃあ撮りましょうか。はい、またこの CB を磨くとは、はい、そうや、いや、これ別に銀のないですけど、あの、まあ汚なってったから、はい、めちゃめちゃ綺麗なる。あ、いいね、カメラの腕が試される。そうや、離れた声聞こえへん。でもほら、めっちゃカメラ撮んの上手やん。はい、2万人達成しました。おめでとうございます。これ 3,4 回目のくだりやな。ちなみに今カメラ撮ってくれてる人、うん、写真めっちゃ上手やから。そう、撮ってもらったことない。いや、この前お尻撮ってもらった。違う、判決を撮ってくれたけど、あれはまだアップしてないですけどね。センシティブ扱いで。これすごい、もう鏡みたいになってる。でもこのスポークってこの間な。そう、間がだるいんよこれ。めっちゃわかります。なあ、え、おうちゃんダブルスポークやったっけ。スポークですよ。最悪やん、もうスポーク真っ黒ですよ。最悪や。見飽きすぎて指曲がらへんか。やばい、今指曲がらへんか。まあ、ちなみに今日とおうちゃんも磨くつもりなかったけどな。なんか始まりかおるけど、ほんまはなんか今日バイク乗ってくるつもりだったな。そう、バイク乗る格好してきたのに鍵忘れてきた。ももさん撮ってほしい。はい、ほら、こことこっち、ほら、磨いたらこんなに綺麗になる。おお、つい、全然わかりやすい。うん、わかる、カメラで撮ってないっすね、ホンダの方が。なあ、この違いよ。へっへメッキとバフと勝負やな、それ。そうやね。どっちが綺麗なとこ。ほやから真剣になりすぎて喋るの忘れなかったんです。頑張りましょう。どんだけ磨きゃと思ってるのよ。おうちゃんほんまよう磨きゃよな。うん、そうですよ、なんやかんや地味に。ああ、そう。でも指つるよな、これ。いや、めっちゃ分かる。指曲がらんの。僕な、指こうやって鍛えたことあるんで。やばー。え、やば、指立って、指立ってできるん。あ、今そうそう、うん、あ、え、ほら息切れする。ちょっとすげー、めっちゃ切れるんだ。ちょっと休憩、ちょっと休憩。気になってた。綺麗になってきましたよ。美しいにしてよ。美しい、うん、美しいやったって。やり直し。うん、汗かいてきますね。わかる。汗かく。機械があるのにあえて手で磨くという。いや、もうな、機械方がなんかこうあかんねん。そう、手磨きでな、十分。まあ、愛が深いからな。乗ってないけど。乗ってない。この CB 動いたとこ見たことないですね。うま？え？ここは大阪乗っていったかな。ああ。ああ、めちゃくそマリオ。でもぐらいちゃう。めちゃくそマリオ。めっちゃ綺麗で、もうこっちもうほぼ完了ぐらいまで来た。え、早っ。ピカピカやん。ほら、ホイールやばいわ、あれ。うわ、すごい。うわ、綺麗。すごい。負けそう。見る見る。ここ磨こう。メッキチームに負けん。チームおじさん。ネーミング。もうメッキングええよ。リサさん見える。リサさん見える。お前ら。どうしよう。あった。リサさん見える。あった。この子供のようなことで喜ぶな。よう2万人にも増えたで。よう頑張った。何を見てくれようんだよな。なあ。ありがとうございます。まあ一押しのな。やつ再生全くいかんかったからね。確かに。これを一押しや、これ絶対ええわって思ったやつは再生全くいかん。うん、悲しいよな。悲しいぐらいいかんよな。いかん。こっついこれや。これは面白いやろ思って。全然いけへんもん。全然いかん。酒買いに行こう。よし。どうも。よろしくお願いします。すいません。
じゃあね、あっち見て見て見て、あ、こう、ザッパー、ザッパー見ました。ちょっと大変ですね。結構濡れたんで、ちょっと拭き直ししたいな。でメッキ部分そっち多いよな。メッキもしようか。これメッキもしてほしい。いや、バフのフロントウォークもバフやし、あ、ここらへん、これもバフやし、これも、あ、そうか、え、これも、そうやで、これもメッキじゃない。あとキャリパーと、さっき言った真ん中キャリパー、あー、え、これもメッキ、これバフ、これバフ、これ全部バフで、このフロントウォークだ、こことか、こんなん全部バフやで。これも、うまいな。でこれ多いねで、結構多いねで。派遣終了。派遣終了。なんだあっちでおばちゃんの会話そうだけど。来たね。今結構走ってないのにな。うん。なんか前めっちゃ汚い。なんか汚い。こっちもんこうない。なんか汚い。なんか汚い。なんか汚いってお前自分のバイク見よ。綺麗で。これだとどっち綺麗。会話終わったよ。そうじゃ頑張っております。頑張ってます。楽しい、明日絶対俺筋肉痛ちゃうこれ。意外と時間かかるな。かかる。でも3人でして正解ですよね。そうやな、うん、これ1人ちょっとだるいな、じゃあほんまの予定やったらリサが撮って僕が磨くみたいな。あ、今日はいい感じにカメラ撮ってくださる方がよう来てくれた。よう来てくれた君たち。どうですか。あ、そういうのはな、2万人達成しました。やったー。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょいちょい出てくから。いやー、めでたい。そろそろうざなってこう。多分動画そっと消しそうされと完成まで実際ほら変わらんかな、正直。肉眼で見て、そうそうそう、肉眼で見たらよう分かるけど、本当に綺麗だったと思う。あの動画ってなんかあんまりこう映さんよな。でも動画もそうやけどな、こうめっちゃさ磨いてさ、うん、ツイッターとかにさ、まあ、よう更新するわけよ、磨いたみたいな。やけど、多分まあ変わったなぁ思ってんのは自分だけでさ、そう、ね、僕、磨くぞとか言ってな、はい、磨くとこないですよねって言われる。めっちゃ言われる。でも、なちゃうよな、めっちゃある。自分的にはな、めちゃめちゃある。でも、それは写真には映らんからな。ほんでな、太田はな、あの写真より男前ですねって言われたことない。まだ、これからやと思う。2万人超えたから。2万人超えたから、2万1人目多分言うと思う。いや、ほんま、あの、みんな酔ったもん。2万人超えてからが女性のファン作って。酔った酔った酔った。今緊張しとんもん。え、でもリサこの前女性のコメントでな、リサさん可愛いって聞きとってん。やった。あ、ほらお世辞や。ほらお世辞や。ほらお世辞。もう女性ファン。いや、それはお世辞。多分女性ファン、リサのファンだよ。やったね。2%。 そう。僕ほど細かいやつおらんから。シュート目かい。シュート。まあ、ミラーとか自分で吹いた絵はな。そうそうそう。自分のバイクやし。まあな。なんか手伝ってくれとくけど厳しい発言やな。なんか。こんだけ綺麗に振ってな、まだまだ。そうそう。もうちょっと言ってくれやったらな。自分でしてもらって、していただいて。もうそこまで磨きたいもんな。え、あげようかな、あげようかな。この HM300 っていうやつ価値あるの。価値あるというか高い。なんせ高い。いいですね、4本だし。これ4本だしって走りにくいやん。そうなんですか。あの、すぐする。あー、うん、すぐする。あ、これや、だからいい。なるほど。ここ復旧のに回しちゃったね、今。物理が得意。なんか2センチぐらいは綺麗けど、なんか背中釣りそう。背中。これな、羽生えよんじゃう。ああ。レッドブル飲んだ。そろそろ。僕の背中には羽があるってなかったか。あった。キンキキッズ。バリナツ。愛されるよりも愛したい。愛されるより愛したいってかっこいいよな。なあ。男気ある。ストーカーやんな。ストーカー全般に言えるよな、うん、これまあ確かにな、好きな人に言われたらさ、そう、やっぱかっこいいってなるけど、全然好意ない人にさ愛されるより愛したいよね。
って言われたらさ、いや、愛してねえ、やめてってなるから半径何メーター以内に近づかないでしょ。きつい字読みになってくる。ほら、どんどん気になってきよんで、飲みに行け、2万人達成記念。おー、おーですか。ほんまな、飲みに行くとかなったらな、急に変わんのよ、こうなんか今日はな、片付けらなあかんとかな、するのに、はよし、今日飲みに行くわ、みたいな今日飲みに行くぞ、みたいな。え、言っとったことと違う。違う飲みに行く、飲もう、みたいな。なんもせんと飲みに行くか全部予定を狂わす。お酒が人生を狂わすんだ僕の人生よ。ちょっと洗えば愛されるよりも愛したお酒飲んだら、お酒飲んだめんどくさおめんどええ方やめんどええ、めんどええ初めて聞いたあんまり変わらんもんな。もうお酒飲んでも変われへん。まあこの字のテンションが高いやん、うん、確かに。で、飲んだからといってな、このまんまよな、うんうん、確かに。まあ、あ、おいた、疲れた。おぉ、え、感じちゃう。ちゃんとバフしてや。したバフ屋さん。したしたした。ほんで、お前らの車両もバフごっついもんな、ほんま、うん、よう頑張っとんもんな。そうね、エンジン聞いたことになっちゃった。いや、かかるかも分からんねん。まだこの倉庫、タバコ一本も吸ってない。酸素ボロ抜かしてた。ええわ。あの距離感分かってないから、こうさ、思いくそこういうとことかでガッガッ、うわっみたいな、めっちゃ多いりさ、頭にこうやってガーって、カカーってなるよな。マジでなる。分かる。みんなおったら、いたぐらいやけど、一人やったら、なるなるなる。このすっきりさ、見てこれ。うわ、新車じゃないですか。このすっきりさ、綺麗ですね。やろ、距離もそんな。いや、これメーターオーバーホールした。え、スタホンダにさ、うん、HM って書いてあるの、どういう意味？ HM？ ホンダドリームあー、ホンダドリーム何？最初と最後何？なんか今カメラに映ってないけど、顔顔がとてつもなくムーの時の顔行くで、まあ、見て、まずこれ見て、この電気こんだけあんな、ほら、もうこのすっきりさ見て、このインジケーターが K0 はなくて、そもそも。ほんで、ここ、スイッチボックスの配線が全部真ん中、ハンドルの中通っとんの、ほら。ほんで、こっから出とんねん。だからこっちも、配線なんやろ。なるほど。だから、めちゃめちゃこう、シンプルやで。このハンドル周りが。いいですね。シンプル。いきますよ、オープニングかのよう
ええな。え？なバイクさ光ってるもんがさ、なんかかっこよない。なあ。なあ。あまあでも好き好みあるよな。フェネレットのが好きな。でも新車はこんな感じやからな。こんだけ光っと。これ新品は光っとやろ。はい。はい、今回ちょっとケーゼルを開いちゃったっていう話です。飲み込む。あ、お疲れ。お疲れ。